はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。アポロピアノ、皆さんご存知と思いますけれども、東洋ピアノ製造というね、今現在でも製造を続けている、浜松のピアノメーカー、ヤマハ、カワイの次に大きなメーカーですね。ここのちょっと高級なやつですね、マホガニーのアグラフがついてるタイプね、グランドピアノの部品なんですけどね、これが入荷してきました。音もバリバリいいですよね。ちょっと見てください、ここにあります。まあ、形としてはシンプルです。こういうね、猫足とかではないんですけれども、シンプルながっちりとした大型タイプですね。はい、血液型じゃないですよ、大きなピアノという意味ですね。はい、全体的な映像はこんな感じですね。赤い、まあ、昔はねこういう色流行りましたよね。まあ、黒がまあ主流でしたけれども、色物といえばこういうマホガニですね。今でも人気ですけどもね、東洋ピアノ A360 というね、ものです。はい、昔スバル360というのがありましたけどね、この関係ありませんけども、99357、アグラフというのはこれなんですね。一本一本弦をこの穴に通してますから、作るときにとっても面倒なんですね。音の安定をさせるためにこういうグランドピアノと同じ部品を使ってるっていうのが特徴ですね。高音側も全部です。高音側だけねしてないピアノもあるんですけど、これは全部このめんどくさい作り方をしてる、丁寧に作ったピアノですね。柱は6本あります。頑丈な頑丈なピアノですね。これはちょっと剥がそうかな。前の人がなんか物引っ掛けるのに貼り付けはったんでしょうね。これはちょっとかっこ悪いから取りたいと思いますね。はい、こんな感じです。じゃあ音を聞いてください。すごいですね、やっぱり大型ピアノっていうのは鳴りますね。調律も少しずれてますね。あ、中音部がね良くなってますね。気持ちいいですね。しておきますね、ボールが出ないうちにね。はい、こんな感じです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼します。